皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートのいわきです。今回ご紹介するのは人気のシーズンフラッツシリーズよりシーズンフラッツ柿の木坂のご紹介です。初期費用は90,000円、2022年11月地区の鉄筋コンクリート造マンション、フリーレント2ヶ月付きで契約できる物件を発見です。はい、シーズンフラッツ柿の木坂ですね。募集されている賃料、管理費といった条件はそのまま、初期費用をお値引きして皆さんにご紹介いたします。今回はですね、2タイプの間取りを前半と後半分けてお流しいたします。前半は 1LDK タイプ、そして後半は 1DK タイプです。はい、このようにお部屋探しのハートサポートは初期費用がとてもお得なおすすめ物件を YouTube 上で最速でご紹介したいということで、多少雑な編集になってしまっている点あるかもしれませんが、そこはご愛嬌でお楽しみくださいませ。スクリーンショットタイムです。はい、複数の間取りありますね。ぜひお問い合わせくださいませ。それではルームツアーをスタートしていきましょう。前半ご覧いただきますのは903号室 1LDK ですね。 34.27 平米の間取りです。リビングダイニングキッチンは 10.17 畳、横にあります洋室は 3.30 畳です。キッチンの箇所、はい、こちらです。2口ガスコンロのシステムキッチンですね。右奥に冷蔵庫置き場がございます。はい、立地はですね、東京都目黒区柿の木坂3丁目にございます。こちらのシーズンフラッツ柿の木坂、9階からの眺望です。はい、今ご覧いただいた通り 1LDK タイプは初期費用90,000円、フリーレント1ヶ月、 1DK タイプは初期費用90,000円、フリーレント2ヶ月付きです。最寄り駅は東急東横線の学芸大学駅、徒歩13分、利便性良いですよね。学芸大学駅よりですね、中目黒駅まで電車で直通4分、恵比寿駅約9分、渋谷駅直通10分、新宿三丁目駅直通18分、横浜駅直通24分、銀座駅約27分です。はい、周辺環境も調べています。コンビニはローソンが近くにあり、ドラッグストアのツルハドラッグも近くにございました。スーパーは東急ストア成城石井がございます。非常に素敵なお部屋ですね。後半 1LDK の水回り、そして 1DK 見ていきましょう。それでは動画後半に続きます。素敵なお部屋でしたね。こちらの物件の詳細資料につきましては、賃貸トレジャーハンターで取得することが可能です。ぜひ皆さんご活用くださいませ。それでは動画後半に続きます。はい、 1LDK タイプの水回り見ていきましょう。トイレですね。先に設備ご紹介します。オートロック、ハンズフリーキー、宅配ボックス、防犯カメラ、建物内ゴミ置き場、エレベーター、モニター付きインターホン、エアコン、システムキッチン。B タイプ、C タイプ以外、独立洗面化粧台、バストイレ別、温水洗浄便座、お風呂には浴室換気乾燥機がついています。また玄関の照明は人感照明センサー付きの玄関照明となっていますね。
シューズボックス、内廊下、インターネットの利用料無料です。駐輪場ございますね。48台、 2LDK は2台まで、その他1台まで月額550円、税込み。バイク置き場あり12台、月額1万1000円税込み利用料。駐車場あり平置き2台、月額3万8500円税込み利用料。機械式6台、月額3万3000円税込み利用料です。最新の空き状況等についてはお気軽にお問い合わせくださいませ。はい、1LDK のルームツアーじっくりとご覧いただきました。続いて 1DK タイプを見ていきましょう。902号室 1DK ですね。はい、こちらの物件をですね、検討している方に他にもお役に立てれば情報を皆様から YouTube のコメント欄で募集しています。動画の中で先ほどですね、近隣のコンビニスーパー情報をお伝えいたしましたが、他にも仕事で近くによく来るよといった方や、近隣に住まわれている方、例えばここのラーメン美味しいよとか、ここのスーパー安いよといった情報をぜひコメント欄でお教えくださいませ。はい、ダイニングキッチン部分と奥の洋室部分を占めた映像になりますね。 1DK も2口ガスコンロのシステムキッチン、使い勝手が良さそうです。はい、もう一度初期費用をご説明いたしましょう。シーズンフラッツ柿の木坂、初期費用9万円、フリーレント1ヶ月付きです。 1LDK はですね、 1DK はフリーレント2ヶ月付きです。こちら詳細お気軽にお問い合わせくださいませ。フリーレント月数分の賃料、管理費、敷金1ヶ月分、初回保証料、保険料2年分、こちらが入って初期費用9万円です。ご検討いただける方多いのではないでしょうか。今回のルームツアー動画は以上です。次回のルームツアー動画も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。